A 子は指という字が怖かった新聞や雑誌を開くと指という字だけが向こうから飛び込んできたその字だけ活字が違って大きく見えた胸が痛むという言い方は本当であるそういう時栄子は胸の真ん中あたりが締め付けられるように痛くなりうっすらと冷や汗をかいているのが分かったよく見ると指そのものではなく 指名であったり指示指定でほっとして力が抜けるのである怖いのは「指」という字だけではなかった小学校1年生の姿を見るのがつらかった特に男の子がいけない真新しい学校とランドセルが歩いているような姿が母親に手を引かれているのを見るとみんな ケンタに見えた見たくない目をつぶりたいという気持ちと見たい見ずにいられないものがせめにあって栄子はまた胸の真ん中が痛くなるケ健太というのは別居している夫のところに置いてきた息子であるこの春テレビをひねるとよく出てきた「ピッカピカの一年生」というコマーシャルは「 そっぽを向いていればやり過ごせたが道で出会うときはどうしようもなかった別に住むようになって化粧品のセールスをして暮らしを立てているので出歩かなくては日上がってしまうそうかといって上を向いて歩くわけにもいかない上にも見たくないものがあった A 子が別れた夫の秀一と一緒に昼の月を見たのは結婚指輪をあつらえに出かけた帰りであるすき屋橋のそばにあるデパートを出たところで秀一はタバコを買い A 子は「あ月が出てる」と空を見上げた「何言ってるんだ昼間月が出るわけないじゃないか」 修一はタバコの釣り線をラグビーのボールの格好をした財布にしまいながら A 子につられて空を見上げた「本当に出てる昼間も月が出るんだな」びっくりしたようにつぶやいた修一よりびっくりしたのは A 子であるぼつぼつ30に手が届こうというのにこの人は今まで昼の月を見たことがないのだろうか 下ばっかり見てきたからな昼間空なんか見上げたことなかったな周一は幼い時に父を亡くし母親の手一つで大きくなったアルバイトというアルバイトはみんな経験したと言っていた大学は働きながらの夜間部である栄子は体の奥から何かが突き上げてきて黒い財布を持った周一の手を握りしめた 月屋橋の雑踏の中で二人はそうやって少しの間立っていた後になって考えるとこれが一番幸せな時であったビルの上に薄青い空があり白い透き通った半月形の月が浮かんでいたあの月大根みたいじゃない切り損なった薄切りの大根 A 子の祖母は器用な人だった節は高くなっているがよくしなう指で立ち縫い新縛りから障子張りまで手際よくやってのけた特に包丁さばきが自慢で嫁である英子の母にあの人は手がっけだからと陰口を聞いていた暮れが押し迫ると英子の母にはすす払いを任せ正月の支度は 餅を切るのから十詰めまで祖母は一人で取り仕切った日の気のない昔風の台所に薄べりを敷いてまだおかっぱの栄子をそばに座らせ嫌味なほど鮮やかな手つきでなきり包丁を使いなますにする大根の千六本を刻んでみせたなますにする千六本はまず丸いままの大根を紙のように薄く切るのだがこれが難しい。 やってごらんと泣きり包丁を持たされ言われた通りの手つきで包丁を動かすのだが分厚くなったり切り損なって薄切りの半月になってしまう祖母に見つかると母親譲りの手がっけの血だと言われる母親のそしりを聞くのが子供心に嫌だったのであろう栄子は半月ができると慌てて口に入れたものだったそのせいか 大人になってからも大根を切っていて切り損ないができると一人でに手が動いて食べてしまう癖がついた周一にこの話をしたのは有楽町の喫茶店であるいいな周一は何度もこうつぶやいていや,いやをするように首を振った感心した時機嫌のいい時にする仕草である首を振りながら 黒いラグビーのボール型の財布をテーブルの上でひっくり返し中の小銭を100円玉10円玉に仕分けていたこれも秀一の癖である金の出入りがあるとたとえタバコ一つでも手帳につけ小銭を仕分けするその場でやらないと気が済まないらしかった男の癖に耳っちく思えてこれだけは好きになれなかったが秀一の少年時代の話を聞いて納得した 周一の母は保険の外交をしていたので日常の買い物や万能総菜の支度は周一の役目だった。母親は几帳面なたちだったから十円の出し入れもおろそかにできなかった。アパートの茶舞台の前で鉛筆を舐めながら広告紙の裏にコロッケ四つ八十円と書いている周一の姿が見えてきたからである。 いいなあ小銭の仕分けを終わった周一は、コーヒーをかき回しながら繰り返した。そういう話もっとしてくれよ。英子は祖母に仕込まれたおかげで、今でも毎晩寝る前に包丁を研ぐこと、包丁研ぎには十円玉を使うのが一番いいことを話した。十円玉をどうするの英子は、 ラグビーボールの財布から十円玉を一つ出させ細長いメニューを包丁に見立てて実演をしてみせた包丁研ぎのコツは砥石に刃を当てる角度で決まるのだが素人はこれが難しい包丁の峰の下に十円玉を入れその角度を利用して研ぐと間違いなく切れる包丁になるいいなあ 宗一は十円玉をしまいながらまたイヤイヤをするように首を動かしたこの話はその夜のうちに姑に披露された指輪をあつらえたことを報告方々夕食を一緒にしたのだが食卓に載っていたのが手料理ではなくてんやものの寿司よけだけだったから姑の顔は感心しながらも少しこわばって見えた お父さんが死んでから私はこっちの方で手一杯だったものだから姑はそろばんを弾く手つきをしてみせ手の込んだおかずを食べさせてないんですよでもねお袋の味なんかない方がお嫁さんはやりんじゃないの外交で鍛えた女才ない笑い顔を見せたがあんまり切れる包丁はお腹の子供に触るって言いますよ やんわり皮肉を付け加えるのも忘れなかった。白髪を染めているせいか、五十八という年より五つむつ若く見えた。栄子は姑と別に暮らしたかったが、間もなく子供が生まれること。姑が外交で稼ぐ分を買ったばかりの縦売り住宅のローン返済に充てることで話が落ち着き、結局同居に寄り切られた。 式を挙げて、半年目に健太が生まれた。長男誕生、三千百七十グラム、五体健全、万歳。周一は、障子紙に対処して壁に貼り、英子が退院しても外そうとしなかった。健太の手のひらと足の裏に墨汁を塗り、色紙に押させた。 毎年誕生日ごとにこうやるといい記念になる。上司のうちでやっているんだと子供のようにはしゃいでいた。世間並みの小競り合いはあったにせよ、この後六年間は大化なく過ぎたと言える。健太の手形足形の色紙が六枚溜まった。黒いもみじの大きさも初めの倍になっていた。 あの日は梅雨明けのいい天気だった2人目の子供を身ごもっていた英子は朝早く病院へ行き心配していた坂子が正常に戻っていると聞いて安心して帰ってきた心祝いの印というわけでもないが帰り道におもちゃ屋をのぞき健太が前から欲しがっていた怪獣のお面を買った姑も久しぶりのいい天気だからと 仕事にに出かける前虫干しを始めた。座敷と庭の物干しざおに姑の着物や秀一の洋服がぶら下がってナフタリンの匂いをさせていたその間をテレビの怪獣映画で覚えた君の悪い声を真似ながらお面をかぶった健太が飛び回っている栄子は台所でお中元にもらったハムを切っていた毎晩とは行かないが 結婚前にいささか大面相互してしまった手前もあり3日に1度は10円玉を使って包丁を研いでいる弾んだ気持ちそのままに面白いように薄くハムが切れていくバッキューン叫びながら台所へ飛び込んできた怪獣のお面がまな板の上に手を伸ばしたケンタはハムの端が好きで尻尾は僕と決めていた危ないでしょ 言ったはずみに手元が狂って切り損ないハムは半月形になってしまったひとつなぎの動作で半月を口に入れたところでケン太はまたふざけて手を伸ばしてきた危ない叫んだつもりだったが口の中に物が入っていたので声にならなかったはずみのついた包丁に硬い手応えがあってケン太の人差し指の先が2センチほどまな板の端に転がっていた ケンタの人差し指は元に戻らなかった新興住宅地で救急車がひどく遅れ待ちきれなくなった姑が A 子の静止を振り切り健太を横抱きにして近所の院へ駆け出した医師が不在で次の院へ走りその間に救急車が到着したりという不運が後々までたたり体質もあったのだろうが結局うまく行かなかった。 病院に駆けつけた周一は頭を下げた英子に一言も物を言わず鎮静剤で眠る健太の枕元に座っていた分厚い包帯に包まれた右手が片手を上げた格好に頭の横に置かれているいたまえじゃあるまいし素人が毎晩包丁研ぐことないのよ姑であった。 子供がはしゃいでるときはぐずってるときは私は絶対に包丁を使ったり天ぷらあげたりはしなかったわねだから見てごらんなさいよ出来合いのおかずばっかりだとかすぐてんやもの取るとか悪口言われたってこうやって三十いくつまで傷一つやけど一つなく大きくできたのよ英子は夫の方を見た もういいじゃないか今それを言って何になるんだ一番つらいのは栄子なんだよふざけて飛び込んできたこいつも悪いんだから夫の言葉を胸の中でつぶやきながら待ったが秀一は健太の左手をまさぐりながら沈黙したままだった健太は 三日で退院したが、入れ替わりに栄子が入院した。ショックで流産してしまったからである。栄子は流産を嘆いてはいなかった。帰ってよかったと思ったくらいだ。新しい子供が生まれればどうしてもかかりっきりになる。抱いて父も飲ませなくてはならない。今抱いて自分の体で浴びたいのは健太なのである。だが、 一週間目に家へ帰った健太はおばあさん子になっていた包帯をした右手を胸に当て姑の後ろに隠れるようにして一言もママと言わないことも答えたが水を飲みに台所へ行き流しの包丁の柵に見慣れない文化包丁が一本差し込んであるのを見た時はもっと答えた「お母さん」思わず声が出た。 私の包丁、ほかしましたよ。ほかしたって、捨てたということですかシュートめは低い声でゆっくり言った。当分は、あんたそこへ畳んでくださいな。もう包丁は持つな。 台所仕事は自分がするということだった当てつけのようにスーパーで売っているプラスチックの船に入った出来合いのお惣菜が並んだ姑は外交の仕事をほとんどしなくなった健太のためと言っていたが本当のところはこの間うちからリュウマチの具合が悪く歩くのが骨になっていたのである。 健太の包帯が取れ A 子の体が本当になっても秀一は A 子に触れようとしなかった一度だけスタンドを消してから手を伸ばしてきたことがあったがすぐに手は引っ込んだ百円玉と十円玉をきちんと仕分けして財布に納めるように気持ちも体の方もまだ A 子を許していないというところにいるらしい。 鈴風が立ち始める頃 A 子はパートタイマーとして働きに出るようになったローンの分を働きたいということもあったが狭いところに2人の女が鼻を突き合わせていることに耐えられなくなった方が大きい勤め始めた頃うちの前で健太の遊び友達の女の子に聞かれたことがある「おばさんケンちゃんの手どうしたの?」。 後ろにシュートメがいた。ケンタもその後ろにいる。ケンちゃんがあんまり可愛いから、ママがパクって食べちゃったのよ。シュートメはケンタを抱えるようにして家に入り、手洗い音を立ててドアを閉めた。 後に出ている職場で新人の歓迎会を兼ねた忘年会があったのは町にクリスマスの飾りが見られるようになった時期である仕事が終わってからなので帰りが遅くなることは分かっていたが週一が出張していることもあり夜の茶の間に姑と二人きりで編み物をするのも鬱陶しいと思い参加することにした二次会を軽く付き合い 家へ帰ったのは十二時近かった玄関のベルを押したが姑は出てこなかった何度もベルを押し近所の手前へ声を忍んで「お母さん健ちゃん」と呼び裏へ回ってドアをたたいたが戸は開かなかった新しい仕事と 新しいアパートを見つけ離婚を前提とした別居に踏み切って半年になる振り切って出てきた者のへの未練を栄子はケチをつけるというやり方で断ち切ることにしていたよく言えば几帳面だがミミッチー周一菓子折りをもらうとすぐ開けてケーキやもなかの数を数え健太が4個でおばあちゃんは3個ママが2個だと俺は1個か。 などと割り当てをする勤めから帰るとネクタイもほどかぬうちに手帳を出しその日の金銭水筒をつける「10円くれないか」というので聞いてみるとどうしても10円感情が合わない気分が悪いから家計簿の方から融通してくれと言ったりする今度の事件にしても積極的に責めもしなかった代わり決してかばってはくれなかった男に一生託すのは嫌だと自分に言い聞かせた。 孫の怪我を口実に一人息子を取られた恨みを晴らした姑も嫌だった姑にどう言いくるめられたのかあれ以来甘えることをしなくなっていた健太ももういいそのうちには「指」という字を見ても心が騒がなくなるだろう周一から電話があったのは 町で見かける一年生が普通の小学生に見えてきた初夏の頃だった離婚の書類に判をくれというのかと見当をつけて待ち合わせの喫茶店に出かけていった周一は何も持っていなかった昨日学校へ呼ばれてさ担任の教師から健太のことを聞かされた同級生に 短い人差し指をからかわれた健太は、怪我の理由としていろいろなことを言っているという。スポーツカーのドアに挟まれたんだ。飼ってる亀に食いつかれた。おばあちゃんに包丁で切られちゃったんだよ。母親のことは一言も言っていないと聞いて、英子は涙がポタポタこぼれた。周一は黙ってハンカチを押してよこした。 何日使ったのかハンカチはネズミ色に汚れていた店を出ると秀一はいきなり栄子の手首をつかみ黙って歩き出したそのまま近くのラブホテルと呼ばれる一軒へ入った一年ぶりであった大きな波が押し寄せた時栄子の目からもう一度熱い涙があふれた 戻ってくれ。頼む。別れ際にそう言って、周一はバスに乗った。よく晴れた昼下がりである。英子はゆっくりと街を歩いた。戻ろうかどうしようか。一番大切なものも、一番おぞましいものもあるあの場所である。 空を見上げて昼の月が出ていたら戻ろうと思い、見上げようとしてもし出ていなかったらと不安になって汗ばむのも構わず歩き続けた。うん それではまた次回お楽しみに